はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽住の本橋です。今日はですね、プロが教えるあなたの家の資産アップ法、土地戸建て編というのをお話しします。マンション編もお話ししようかなと思うんですけれども、今回は土地戸建て編ですね。所有不動産の価値アップ法として、自分の家を売却するまでに価値アップする方法。価値アップできる土地であれば価値アップができるんですよね。で、その価値アップするためにはとっても時間がかかる要素もあるので、早めにどんどん進めておくっていうのが大事かなと思います。例えば土地を先代から引き継いだ方っていうのも多いと思うんです、日本で。お父さん、おじいちゃん、お父さんで私みたいな形で、ね。で、その時に結構土地の要件って昔は結構大雑把だったので、整ってないんですよね。境界線が整ってないとか。で、そういうところをちゃんとしていくと大事ですよっていうところをお話ししていきたいな。まあ、これから購入する方も、購入直後の方も聞くといいのかなと思っています。今回は不動産投資家さんも参考になるんじゃないかなっていう内容もあります。不動産資産アップ法として、売却時に障害になるものを整理していくという形。まず土地については、境界線の整理、近隣関係の調整と対策、土地の問題箇所の把握と解消ですね。登記関係の確認と接道関係ですね。もう一つ、建物としては、建物の価値があるか、まず見極めるのが重要かな。で、そのために何するかっていうと、確認申請や設計図書を探し出すとか、見つけとくとか、捨てない。まあ、なくなっちゃってれば仕方ないんですけどね。で、違法、既存不適格の確認です。もう、違法に増築をバリバリしている家だったら、もうそれ自体で逆に価値を見るの難しいかもしれないんですよね。既存不適格だったらある程度見ることができるかなっていうところなので、その部分は十分確認しておくといいなと思ってます。で、資産維持のためのメンテナンスをしていくってことです。あと、価値アップのためのリノベーション。この価値アップのためのリノベーションをするまで行けば、不動産投資家さんに近い状況になりますよね。安い物件を仕入れて、価値を上げて、で、売却する。高く売却するみたいな感じですかね。まずは、境界線の整理からは、購入時というかですね、まあ、引き継ぎ時にとか、相続引き継ぎ時でもいいんですけども、確定測量があればいいんですよね。確定測量されていれば問題ないです。境界線がしっかり入っている。で、近隣からも実印をして、問題なく、ここが境界ですよって分かっている場合。でもかなり少ないですね。これがある物件。なので、境界確定図面を作成していくっていうのが重要かな。一般的な造成地で本当に四角とか、で、ポイントが5ポイントぐらいとか4ポイントだったら、まあ造成してあるのでほとんど、境界のトラブルってないのでいいんですが、既成のなんていうか、市街地だと複雑に入り組んでる可能性があって、その場合は境界確定できれば大いいかなと思うんですよね。それで公募面積と実測面積を合わせていくという形。で、ない場合は、近隣との境界線を確定していく。これ時間かかります。で、測量士さんを、にお願いするんですが、じゃあこの測量費用って誰が払うのってすごい悩みますよね。官民っていうのは、道路協会とかですね。道路との協会もあるんです。民民協会と官民協会っていうのがあります。道路確定とかっていうところですね。道路も実は協会が確定してない場合があるので、それも確定することが大事。で、これも結構時間がかかるんです。1年はかかんないかな。半年ぐらいかかるかな。で、民民協会は揉めてしまえば何年も確定しないので、
そこがすごい難しいところではあるんですけどね。あとは青地とか白地とかが近くっていうか近接しているんだったら買い取るっていうのも一つの手です。これも結構時間かかるんですけど、ちゃんと買い取ることが、要件が揃えばできますので、そうすると逆に土地が少し広がるとか、接道が広がるとか、有利な面が多いので、そういう場合に買い取りをしていくっていうところですかね。確定測量後、地籍構成をかけます。で、確定測量をして、今の公募面積と実測の、確定測量の実測の面積って大体違います。大体実測面積の方が大きいことが多いですね。なので、それに合わせて地籍を構成するっていうのが大事かな。そうしないと、その錯誤があるので、売却しにくいっていう事態もあるかな。まあ、実測売買でっていう形であれば問題ないんですけどね。まあ、実際には公募面積小さい方が、固定資産税安くなるので、通常は小さくしてるっていう感じなんでしょうかね。あとは、一つの土地なのに、いろんな筆が分かれてるって言うんですけども、場合は、それを合筆しておく方が楽ですね。別に分ける必要ないので、合筆しちゃった方がいいよって言ってます。近隣との関係の対策としては、何か、隣地とトラブルがある場合は、可能な限り解消していくっていうのが大事かな。まあトラブルっていうのは一番多いのが境界線なんですよね。まあ共同で使ってる私有地とか、市道とかですね、共有で使ってるののトラブルとかがあるので、そういうところ。植木のことも多いですよね。枝が出てるの。出てないんだ。あとは、その林地境の塀や擁壁などによってもトラブルがあります。昔はよく中央に、教会の中心に塀を建てて一緒に管理しましょうみたいなのを口約束でしてる場合があるんですが、結局じゃあそれは誰の所有物で誰のもんなのよって分かんなくなっちゃう場合があるんですよね。本来は覚書っていうのを取り交わせて、共有のその塀はどう扱うっていうのをちゃんと覚書とかですねしとくといいんですけれどね。あとは擁壁のトラブルとかもありますかね。まあその他近隣とのトラブルはもうどうしようもない部分はどうしようもないっていうのはあるんですけどね。土地の問題箇所の把握として、主に売却時に障害になるものとして、障害になるものとは、まあ危険な擁壁が一番多いかな。危険な地下車庫。これは何とも言えないんですけどね。今使ってる危険な地下車庫をどうしろっていうわけではないんですけど、危険なブロック。まあ、把握していくのが大事かなとは思うんですよね。把握していくっていうのが大事。不明な地中埋設物。まあ、井戸とかが多いんですけれども、その位置や、もし埋めてあるんだったら、その位置を把握しておくっていうのも大事だったりするんですよね。実際に売却した後に、その買った方が建て替えをした時に、すごい穴が開いて大変だってなる時があるんですよね。それが大体古井戸だったっていう場合があります。そうすると土地に瑕疵が出るんですよね。で、その埋設費用とか。もっと言うと井戸っていろいろな面で変なこと言われちゃう可能性があって、その存在が瑕疵になっちゃう可能性もあるので、十分注意が必要ですよって。同期関係の確認と接道ですね。ここは重要ですかね。現況と当期の錯誤はないかの確認。まあ、確定測量していけば分かっていきますよね。接道、道路の確認と対策。これも意外と分かってない方が多いです。私道に接道しているのか、公道に接道しているのか。まあ、接道している距離も必要、大事ですよね。ギリギリだった時に足りなかったら、その後家が建てられない家に、土地になっちゃうと、不動産価値がなくなっちゃいますよね。確認と対策としては、まあ、先代よりの相続関係をしっかりしとくっていうところと、実測との違いや錯誤はないかをよく見とくっていうところです。で、接道要件を満たしているかも確認していく。私道の場合は、持ち分や覚書の取り交わしがあるかとか。覚書の取り交わしがないと結構大変だったり、私道の場合、この私道を持ってる人が全然
いないし、今はいない人みたいな時もあったりして、そうすると何もできなくなってしまうっていうところもあるので、そういうところを、これ時間かかるんです、すごく。で、最終的には裁判になるんですけども、そこまで時間をかけないとうまく整理ができない可能性があって、でもそれがちゃんと整理ができると、土地としては要件が整うんですよね。で、ちゃんと価値が上がってきますよっていうところです。確認申請や設計図面の整理、あと違法、既存不適格の確認っていうのはどういうふうにしていくかっていうと、まあ基本、確認申請書とか設計図書って中古の取引をしているとないことが多いことが多い。まあある場合はすごくしっかり整ってるんです。全部資料が整ってるっていう家もあれば、全くない。確認申請書すら何もないっていう場合もあるので、せめて自分の所有している家が価値がこれから見込めるのであれば、こういう設計図書をちゃんと取っとく。もしくは整理しとくっていうのは大事ですよって。あとは違法性があるのか、既存不適格があるのかっていうのを確認をしとくっていうのが大事ですね。で、設計図書がない場合は、まあ、建築士に依頼して図面をもう一度作ってもらうってことも実際できます。で、既存不適格なのか違法とかの調査もできるとは思うんですよね。で、ここが重要で、建物の価値として、耐震適合証明が発行可能な家なのかどうなのかっていうのが重要かなって思います。旧耐震の建物でもしっかりと耐震補強されているとか調査をされて OK が出てると耐震適合証明が出るんですね。だからかなり古い建物でも、まあ、価値が生まれてくるっていう可能性があります。で、それでも耐震性が確保できないのであれば耐震補強っていうのは意外と補助金がたくさん出るんです。だから補助金をうまく使って安く耐震補強をしていく、リフォームをしていくっていうのも一つの手です。建物の価値があればです。で、補助金が出る耐震補強をするには違法性がないことが重要なので、ここら辺が建物の要件を揃えるには重要なとこかな。耐震適合証明発行可能にしておくっていうところ。で、今度はもっとプロ的な感じですよね。資産維持のためのメンテナンスとか、価値アップのためのリノベーションとして、ここが一番重要で、資産価値のためのメンテナンスをする。通常の方がリフォームするっていう要件って大体壁紙を張り替えたいわとか、一番いいのはキッチンを取り替えたい。でもそのキッチンっていうのは一番資産価値にならないんですよね。今だいたい新しく中古で家を買う方はキッチン取り替えたいっていう人多いですよね。なんか人の使ったものが嫌だとか、お風呂もそうなんですけど。そこにお金をかけるんではなくて、建物が魅力的にする方法として一番いいのは外壁屋根のメンテです。最低限していくってことです。見た目にすごく綺麗とか、売却時の5年前以内ぐらいにしとくんですよね。で、そうするとすごく美観上綺麗なので、建物の価値としてはたくさん見れるっていうところがあります。高く売りやすいっていうところですかね。雨漏り箇所は絶対になくしていくって形です。すぐになくしていく。で、さっきから言ってる耐震適合を補助金をうまく使って安く補強していくっていうのも手です。で、一番いいのは長期有料化リフォームっていう補助金があるんです。最大250万円ぐらい出るかな。うまくそれを利用して、できるだけ補助金をうまく利用して価値を上げていくっていうのは一つの手かな。それはもう所有者にしかできないことですよね。一般の。結論として、土地の境界などは問題解消にとても時間がかかるんです。なので、可能な限りどんどん先に動いていく。進めていく。で、つまずく時もあります。でも、頑張って、粘り強く、境界確定をしていくって形。で、境界確定って揉めてしまうと最終的には裁判になるんですけども、それで決まれば、一応確定はするんですよね。まあ、裁判にしないで、仲良くうまくまとめていくのが重要かなと思います。近隣との関係が大事です。近隣とすごく仲が悪いとか、まあ、近隣が、すごく変な人だとどうにもならないんですけどね。
まあ大事にしていくっていうところです。外壁屋根が重要です。家の価値をパッと見れるか見れないかは、まあ適法な建物であって、耐震的に問題がなくて、外壁屋根が新しいっていうの。新しいというか綺麗だと、中古をこれから買う方はそれを見て、ああ、これは買えるわねってなるんですね。それ買えるわねっていうのは価値が上がるっていうことです。投資価値がある部分にコストをかけるっていうところですね。これがリフォームをする方のほとんどは投資の価値のない部分にコストをかけているのが今の現状のリフォームなんです。ではなくて、投資価値のある部分、その屋根、外壁っていうのはすごく大事で、結構お金もかかるんですが、ここに投資をするのはすごく建物の価値としてはいいので、もうお金を使った意味合いが出ますよっていうところですね。はい。今日は価値アップみたいな形で、結構本当はもっと話すことがたくさんあって、まあ物件ごとに違うんですよね。特に建物をどう価値を見るかっていうのは非常に難しいし、実際土地がもう価値がない土地を所有しちゃってる場合もあるので、その時はもうどうしようもないなっていう部分は確かにある。逆にこれから購入する方は、その価値がもう全然見込めない土地を購入しないっていうのが一番重要な課題ではあるなと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。